2人目の相手です。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。さて、さあ手始めに大きなダメージ。さあ対するは、おっと特殊能力がダウン。さあ熱戦が続いております。さあここで急所にヒット、あっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでコルバットの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ今度は、おーっとこのポケモンではまずかったか。激しい攻撃、弱点をついた。さあ熱いバトルが展開されております。戦う構えに入って、さあこれは決まった、効果的な当たり。ここでメガドレイン狙い的中。両者とも大健闘です。バトルの姿勢に移って、さあこの場面で急所に当たった。いった、効果は抜群だ。おっとダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでミュウの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。ここでサイコキです。決め十分、あっとダウン。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでレアコイルの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。ここで地震攻撃、弱点をついた。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。さあ熱戦が続いております。さあここでよし、おっと麻痺して動けません。白熱したバトルが続いております。さあ今度は急所を捉えた。おっと今度も動けない。さあ熱いバトルが展開されております。ここで10番ボルトだ。よし、ここでダウンです。さあ使えるポケモンは両者とも1匹ずつしか残っておりません。ここでミュウツーの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対1、バトルは大詰めを迎えています。これはどうだ、激しく当たった。あーっと力尽きたか。ここで試合終了。
3人目の相手です。すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。ここで自陣攻撃。おーっと、一発目から猛烈な当たり。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでパラセットの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、これは急所を捉えた。さあ、激しいバトルです。おっと、ステミタックル。よし、あーっと、ダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでバタフリーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで猛烈な吹雪、狙い的中。さあ、ここでよし、ヒット。さあ、熱戦が続いております。ここで10番ボルトだ。逆転をついた。あーっと、ガッツきたか。ここで試合終了。ジムリーダーマチスとのバトルです。マチスは電気ポケモンを使いて、ポケモンを慎重に選んで頑張ってほしいところ。さあ、出始めに、よーし、ピッ。ここで猛烈な吹雪。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、激しいバトルです。バトルの指定に移って、ここでポケモンをチェンジだ。ここでミュウの登場だ。さあ、この場面で、よし。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さあ、ここでマズマズの当たり。さあ、今度はいい当たり。さあ、熱戦が続いております。ここでサイコキです。急所にヒット。ここでダウンです。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで雷鳥の登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここで波乗りだ。
このポケモンではまずかったか。おっと、ダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでポケモンはチェンジだ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。ここで地震攻撃、効き目十分。さあこれは急所に当たった。さあ両者ともかなりダメージを受けました。ここで10番ボルトだ。いい感じの当たり。あーっとダウン。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでミュウツーの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対2。緊迫した戦闘が続いています。激しい攻撃。おっと急所攻め。あーっと力尽きたか。さあ使えるポケモンは両者とも1匹ずつしか残っておりません。ここでエレビーの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対1。バトルは大詰めを迎えています。この攻撃、急所を捉えた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここでステージクリアー。